ラジオドラマ幸せの鷹取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす鷹取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも鷹取家の人々はとてもとても幸せなのでした。言葉にご用心その3。さあ次は卵を入れてっと。あら、卵の賞味期限もうとっくに過ぎとるやん。ゲゲー、どうしよう。どげんしたね、ひとみちゃん。今大輔さんのおつまみを作ろうとしてたんですけど、卵の賞味期限がですね。おお、えらいすぎとな。でも卵やったら生で食べんどきゃ賞味期限が過ぎても大丈夫かなと。やっぱりやめとこうかな。いや大丈夫やろ。大丈夫とは思うばてん、そこで試されるとはひとみちゃんの愛やろね。愛すか。そう、夫に出すとは卵料理やんなか。ひとみちゃんの気持ちやけんな。卵使うのやめます。もったいなくない。おお、マリン、学校の先生が賞味期限は美味しく食べられる期限のことやけん、すぐに食べられんくなるわけやないって言っとったよ。まあつうかばあばもそれよう言うけどね。日本では賞味期限が本当の期限より短くしてあることが多いって。やけんまだ食べられるものも捨てられてしまうってよ。はいはい、 SDGs のあれね。やけん使っても全然大丈夫とって。そうたい、その通りたい。さすがマリン、賢か。ひとみちゃん、腐った卵どんどん使うて。いや腐ってはないですし、腐ったのは使ったらダメですって。よし、卵にはよく火を通して。おいしそうね、卵のおつまみ。お母さんすみません、焦げな卵使っちゃいまして。焦げな卵。いや賞味期限が、さっきもお父さんにえらいすぎとうなって言われて。大丈夫よ、卵は生で食べんどきゃ結構もつっちゃけ。そうそう、これも使わんと。ブリの切り身ですか。食べると忘れて冷蔵庫の奥に置きっぱなしになっとって。げっ、これちょっと。大丈夫、こんくらいやったら。こんくらいってこれは。熟成させた方が美味しいんよ。さ、焼いてしまおう。はあ。さ、お父さん、おつまみどうぞ。お、こりゃブリの焼き物やないか。よかね、つまみにも母さんの愛情たっぷりばい。料理はまさに愛やな。お父さん。ひとみさん、秘密は漏らしちゃダメよ。それ告げ口するなってことですね。うん。裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい。なら見てみよう裏側を。聞いてください裏話。努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して。藤原たまき、日曜の裏。 RKB ラジオで毎週日曜朝10時15分から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。